様。私はね、ちょっと前のこといろいろ思い返してたんだ。スペースラストライブのオーディションのこととか、合格してから1年経ったんだなとか、この前その記念でみんなでパーティーしたからね、すっごく楽しかった。私ラストライブの日は覚えてたんだけど、オーディション合格の日まではちょっと怪しくて。でもおたえはしっかり覚えててくれたんだって。それが嬉しかったんだ。あの時は大変だったな。バンドやりたいって思ってスペースのステージに立つのを目指して、オーディションを乗り越えることができたのはきっとこの公演でみんな一緒に歌えたから。あれがなかったらもしかしたらオーディションも合格できなかったかも。そう思ったらここに来たくなっちゃったんだ。ここは私たちの思い出の場所だから、苦しいことがあるとここに来てあの時のことを思い出して元気をもらえるし、嬉しいことがあってもここに来て頑張ってよかったなーってあの時のことを思い出すんだ。結局いつもここに来ちゃってるね。でもここだけじゃないよ。バンドを始めてから思い出の場所がどんどん増えてるんだ。思い出の日もたくさん増えてね、思い出すたびにドキドキしたりワクワクするの。こうやって思い出の場所に来るとそれってすごく幸せなことなんだなって。あ、仕事中なのに引き止めてごめんなさい。私はもうちょっとここにいようかな。それじゃあまたね。